これから岡山市の紹介を始めていきます。まずは観光地の紹介をしていきます。岡山城、歴代城主の下で岡山の町並みの発展を見続け、近代都市の礎となりました。池田動物園、岡山市北区京山にある自然豊かな動物園です。ホワイトタイガーやレッサーパンダなど様々な動物が暮らしています。岡山県立図書館、都道府県立図書館で14年連続来館者数、個人貸出者数ともに全国1位でした。岡山後楽園、日本三名園の一つで世界に誇る文化財です。希少なタンチョウも保護されています。続いてはイベントの紹介です。裏社祭り、岡山市街地で開催されます。のりのメイクをして祭りに参加します。最大寺栄養裸祭りとも呼ばれ、日本三大奇祭としてとても有名です。岡山桜カーニバル、旭川東岸河川敷一帯で開催されます。多くの屋台が並び、夜間ライトアップもしています。次は特産品です。白桃、直射日光に当てない有袋栽培です。マスカット、マスカットオブアレキサンドリア、果物の女王とも呼ばれています。ピオーネ、岡山県は生産量全国1位です。きび団子、きびを使って作られた団子です。ママカリ、酢と味の相性が良いお魚です。エビ飯、油炒めしソース味に仕上げたご飯です。次は伝統工芸品です。備前焼、国指定の伝統工芸品です。夏川うちわ、透かしが特徴的です。うじょうつむぎ、絹の優雅な光沢が特徴です。最後にアクセスについてです。東京から新幹線で約3時間、新大阪からは約44分と移動しやすい時間です。また飛行機を使えば東京1時間、札幌、沖縄からは2時間ととてもアクセスしやすいです。岡山市の紹介はどうでしたか？ぜひ来てくださいね。